ガチャッ、サムさん、英単語の授業がやってまいりました。本日631回目の今日の表現は Thrive。 サムさん、意味はどうでしょう？繁栄する、もしくは成長するということでよろしかったかと思います。さあ、問題は、なぜこの Thrive は繁栄するとか成長するという意味につながってくるのか。それにとは、スペルですね。つまり、綴りでございます。さあ、皆さん、Thrive をよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。ここですね。これに皆さん見覚えはありますでしょうか。Thrill。これが隠れているんですね。皆さん、スリルと言われたら、これでしたね。ワクワクさせるとか感動させるですよね。ですから皆さん、成長、これ実は子供の成長なんですが、皆さんなんかつながりませんかね。そうです、子供が成長すると親御さんにとってはワクワクしますよね、もしくは感動しますよね。ですから、それが皆さん、国が繁栄するとかでもよろしいでしょうし、いろんなものをイメージすることができるかと思います。ですから、成長するとワクワク、感動につながりますので、そういったところから Thrive 定着させていただけるとよろしいかと思います。いけそうですかね。ということで、参考になさっていただきますと幸いです。